ネイティブ感覚でいくとトークとスピーキングの違いってどういうのになるんですかね。話してる人がいてプラス聞いてる人、トークチューとトークウェアとの違い、2つの違いというか、どっちが違うとかあるんですか。Hello and welcome。 はい、皆さんこんにちは、大牛とカエルです。はい、というわけで、我々ね、名古屋と東京で、距離は森哲さんと離れてはいるんですけれども、まあ一緒に森哲チャンネルの一員としてね、これからも森哲チャンネルを盛り上げていきたいと思ってますけれども、前回一緒に森哲さんとね、動画を撮らせていただいた時に、Can't be able to について扱ったんですよね。うん、で、その時の話が結構皆さんに、好評いただきまして、そう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 。で、まあもっとネイティブの感覚知りたいみたいなね、彼らの話聞きたいみたいな声たくさんいただいたんで、まあこれからね、日本語と英語が話せる彼らだからこそね、できるようなお話をどんどんしていきたいと思ってますので、これから頑張っていきましょうということで、今日のテーマなんですけれども、You の英語ですね。You っていろいろ英語で言い方があると思うんですが、それについて、まあ、ネイティブの感覚の違いっていうのをね、もう全部聞いていきたいと思ってますので、ちょっと事細かにね、教えていただければと思いますけれども、まずですね、全部で4つ表現扱おうと思ってるんですけど、2つずつに分けて考えたいんですね。うん、で、まず聞いていきたいのが say と tell ですね。この say と tell をグループにして聞いていきます。で、say と tell っていうのは、まあ、どういう風に習うかっていうと、基本的には他動詞っていう風に習います。まあ、つまり後ろに目的語を取るっていう風に習うんですけど、例えば say でいけば say 事柄で事柄を言うみたいなね。で、人をつけたければ to 人をつけてくださいみたいな形だったりとか、で tell だったら tell 人事柄みたいな形で、人っていうのを基本的には必ずつけて、でことを持ってくるみたいなね。でもっといろいろ言いたいことあるんですけど、大雑把に言うとこういう形で習うんですが、じゃあネイティブの感覚、 say と tell のネイティブの感覚の違いを説明するとすると、何かありますか。 say って言ったら、うん、まあ、ただ言う、ただ言う、言うだけ、うんうん、Say hello、 そう、 Say goodbye とか、うん、なるほど、あの子供たちにね、うん、Say hello、 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 そう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 、うん、で、Tell って言ったら、うん、なんか言うんだけど、うん、なんか伝えるっていう、なるほど、 Say はただ言うだけだけれども、うん、Tell の方はなんか伝えるっていうニュアンスが入ってるっていうことですか。そうそうそう、うん、なんか言って伝える、うんうん、なるほど。Tell him I said hello。 彼によろしくって言っといてみたいな。そう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 、なるわけかな。うん、そのよろしくって言うっていうちゃんと内容を彼に伝えといてねっていう感じになるわけね。そう。で、ちょっと気になるのは、一応形としてね、人に何とかを言うっていう場合には、I said to him that 何とか何とかとかさ、say to 人っていう形もあるわけじゃないか。そうだね。だから人に言うっていう場合も別に say 使えるんじゃないかなとかさ。うん、でも tell 人 that とかもあるわけでしょ、tell 人事柄って言えるわけじゃん、 I told him that SB とかも来るわけでしょ、うん、その2つの違いというか、どっちが使うとかあるんですかね。 tell の方が多い、 tell の方が多い、うん、人をこう持ってくる場合ってやっぱり tell の方が多いイメージ。そうだね、例えば私は彼に7時に帰るよって言ったとかだったら、だったら I told him I'd be home by 7、うん、I said I'd be home by 7. To him は言わないから。なるほど。人だったら、told の方が多いな。うん。で、それで、I said to him that I'd be home by 7とかだったら。あんまり言わないな。ダメなんだ。あんまり言わないんだ。うん。なんか伝わるんだけど、全然。うん、I said to him I'd be home by 7って、うん、言ったら伝わるんだけど、うん、ネイティブだとやっぱり、I told him I'd be home by 7。つまり文法的には say to 人って言えるんだけども、うん、あまりネイティブは使わないんだ。そうじゃなくて、人ってつける場合はやっぱり tell 人っていう形にして that みたいな感じの tell 人ほにゃららっていうわけね。 said to だったら I said hello to him なるほどね、ぐらいかな。ってことはなんか短いのだったら言うのかな、なんか。そうだね、そんなに内容がないから、うん、それぐらいのことだったらもない。そうだね、なるほど。ってことはやっぱり人にっていう場合はわざわざ say to っていうよりかは tell 人って言った方がいいっていう感じだね。うん、逆に言うと人がない場合ね、まあ、tell っていうのは基本的に人を置きたいじゃないですか。そうだね、うん、だから tell 人なんとかっていう言い方だけど、人が逆にない場合っていうのは say が良さそうだよね。うん、 I said hello、 うん、 I said I liked cupcakes、 うんうんうん、 I said he doesn't like cupcakes、 うん、うん、なるほどなるほど。だから say は全然 OK、 うん、人がなければ
セイは普通に言うけど、やっぱ人がある場合はテルがいいっていう感じの整理をしておけば良さそうだね。そうだね、うん、人が来れば、うん、こう伝えてる感じが、そうだよね、そりゃそうだよね、うん、あるから、うん、その人がなければもうただ言うだけ、うん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 、で言うだけだから、うん、人がない場合はやっぱセイの方が、うん、まあ、使われるっていう感じのイメージかな。そうで、まあ一応ね、テアオっていうのは人が来るっていうのが基本なんですけど、ちょっと誤解がないように言っておくと、一応例外もあってね、やっぱりね、あの、tell a lie とか、ね、tell the truth とかね、なんか嘘を言うとか真実を伝えるみたいな感じで、まあ特定のこう名詞とセットになった場合に、まあ人は言わなくても OK っていうのもあったりするんで、まあちょっとそういうのは例外だとして考えてほしいんだけど、原則はさっきみたいな考え方をすればいいよね。うん。はい、皆さんこんにちは、A 音楽メンバーです。この度ですね、我々 A 音楽開発メンバーがですね、作った A 音楽アプリがですね、いよいよ10月30日にリリースとなりました。いよいよですけれども、その中にはですね、今やってたような、僕とカイラのね、表現に関する解説の動画だったりとか、僕のですね、基本がしっかりと抑えられる文法講座もたくさんですね、要素を凝縮して詰め込んでおります。はい、英音楽アプリはこの動画で流れているようにすごくこう楽しい雰囲気の中で英語が学習できるアプリになっていて、うん、アプリの音声に沿って声を一緒に出していくだけで英語の4技能が自然と身につくっていう設計になっています、うん、でもこれって言ってるだけだと全然ちょっと伝わらないと思うんで、すでにアップストアの方にアプリがありますので、英音楽と検索してもらってぜひダウンロードして体験をしていただきたいと思います。お願いします。もう2週間無料体験がついてますからね、うん、ぜひ体験してもらいたいなと思います。ぜひチェックしてみてね。ではここまで、他動詞であるね、say と tell の違い聞いてきたので、次は、talk と speak の違いについてちょっと聞いていきたいんですけど、これね、talk と speak っていうのは基本的に自動詞だって習うんですね、うん、だから直接後ろに目的語は取らないというふうになって、基本的には talk of とか talk aboutとかね、speak of, speak about であったりとか、talk with, talk to とかね、speak to, speak with みたいな形で、なんか前置詞をこうセットで使うっていう風になられます。まあ例外はもちろんあるんですけど、まあ基本はこんな感じなんで、ネイティブ感覚でいくと、その2つの違い、トークとスピークの違いってどういうところにあるんですかね。トークとスピークの違いって言ったら、そのトークは話してる人がいて、プラス聞いてる人、話してる人がいてプラス聞いてる人、でももっと会話な感じが、なるほど、喋ってる感じがお互いにって感じのイメージかな。そう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 、うん、その喋ってる人はまあ注目かもしれないんだけど、うん、あの一応まあ聞いてる人がいるっていうニュアンスで、うん、あのトーク、なるほど、でもっとカジュアルな言葉なんで、でスピークって言ったら、うん、もうちょっとフォーマル、ちょっとフォーマルなんだ、トークよりも、トークよりはフォーマル、うんうんうん、で話してる人に注目をしている。なるほど、話してる人がこうフォーカスが当たってるような感じで、そう、うん、じゃあその内容的には、スピークの方はトークみたいになんかどっちも喋ってるっていう、おしゃべりしてるって感じはないんだあんまり。そうだね、うん、スピークの方が一方的になんかこう喋ってる感じが、うん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 、そのニュアンスがあるね。ちょっと細かくさらに聞いていきたいんだけども、うん、使い方でいくと、例えば talk about と talk of っていうのがあるもね、うん、でそれどっちも何とかについて話すって習うんだけども、この talk of talk about どっちが使われやすいとかそういうのある？ talk about、 やっぱ about なんだ。 about、うん、of はどうですか？ talk of、うん、あんまり言わない、うん、あんまり使わない。そうだね、なんか変な話あんま知らなくても OK みたいな感じかな。talk about ばっか使っとけば問題ない感じがあります。あ、うん、なるほど。 we were talking about Gushi yesterday。 なるほど、気になりますよね、中身が。悪口とかやらそれ。なるほどなるほど、ね、僕について話してたみたいな時ね。そう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 、 We're talking about cakes yesterday。 なるほど、じゃあ例えばさ、 We were talking about、about Gushi は言うけど、 We were talking of Gushi は、 We're talking of、 We're talking of、 言わない気がする。言わない。 We're talking of、 わざわざなんでオブ選んだのって感じ。We're talking of going to Venice? はい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 。だったらいけるかもしれないけど。その場合の about は？ We're talking about going to Venice. 全然いける。なるほど。
ってことはまあ基本的にアバウトを知っておけば、うん、なんか良さそうな感じはするね。そう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 、うん、アバウトはもうかな、もうそっちの方が絶対使うので、うん、なるほど。じゃあ何とかについて話すっていう場合はトークアバウトが一番使いやすいだろうと。そういうことだね。じゃあスピークの方に書いて、スピークアバウトとスピークオブについてはどうですか。 You're speaking about、うん、speak about、 それは普通に言える、言えるけど、うん、これもちょっとフォーマルな感じかな。なるほど。わざわざ speak about っていうね。Can you speak about your experience in Japan? なるほど。スピーチでね、こういう話はできますかっていう。はいはいはい。確かにそっちだったらトークよりスピークの方が、なんかちゃんとフォーマルな場所だから適切な感じするね。うんうんうん。じゃあ、speak of についてはどうですか？ speak of、うん。それも結構フォーマルな感じで。うん。speaking of って言ったら一番、うん、一番多く使われてるのが、そういえばっていう意味。なるほどね。speaking of。speaking of。だけど、まあ、その、何かについてっていう speak of だったら、うん、speak of と speak about はちょっと似てるんで、うん、両方フォーマルだけど、うん、ちょっと微妙な違いで、はい、of の方がちょっと特定してるっていうか、うん、なるほど。その内容がちょっとスペシフィックな。スペシフィックな感じが特定的な感じのイメージなのかな。そう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 、個別具体的な感じの。そう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 。なるほど、うん、で speaking about って言ったら、うん、もっとなんて言うんだろう、うん、general。 なるほど。もっとこう一般的な話というか。そう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 。なるほどね。そういう感じなんだ。なんかある例文というか思いつくのある？難しそうだけど、それイメージはそうってことだね。そう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 、うん、speaking of Gucci's cupcakesなるほど。グッシーのカップケーキね。なるほど。俺のカップケーキね、はい、俺が作ったカップケーキ。そう、うん、なるほど。で speaking about cupcakes。 あーなるほどね、はいはいはい、グッシーのカップケーキじゃなくて、うん、もうカップケーキの話。なるほど。カップケーキ全般の話だったら speaking about になりやすいみたいな。うん、それ意識する？普段話してる時してないよね。してない。じゃあ喋ってる時にもう自動的に変わってるって感じなのかな。そう、すごいね、ネイティブって。でもきっとね、ネイティブでも間違ってる人はいると思う。あ、まあそこまで意識してなくてね。うん。なるほど。いやー、ちょっと面白いね、これ。じゃあそういったところの違いだと。スピークオブとスピークアバウト。ってことは、さっきの話でさ、トークアバウトとトークオブのところでは、うん、いわゆるトークっていうのは、アバウトは使うけど、オブはあんま使わないよっていう話だったでしょ。スピークはどっちも使うんよね。そう。ちょっとフォーマル。まあスピークの方がやっぱどっちもフォーマルだけどっていうだけで。うん。その場合は使うっていうの、これもちょっと覚えておいた方がいいかもね。そうだね、うん、多分なんかスピークオブも使わないのかなと思う人も結構いるだろうから、トークオブの話聞いて。なのでスピークオブの方はまあ使うよってことはね、ちゃんと覚えておいた方がいいかもしれないですね。うんうんうん。で一応、うん、トークオブは昔は使ってたし、うん、あ、昔の時代はってことね。そう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 、うん、昔使ってた表現だったけど、うん、今はそんなに使われてなくて。ああ、そうなんだ。そんなのどこで知るんですか、カエラさん。あ、Google に聞いた。Google 先生に。Google 先生やっぱ優秀です。なるほどね。昔、うん、使ってたみたいだけど、うん、で今でも一応喋、はい、うん、ってる人いると思う。なるほど。けど大体はそんなに使ってないので、うんうんうん、Talk About の方が安全っていうか。なるほど。エクセプションはあるかもしれないけれども、基本的には Talk About にしとけばいいと。はい、トークオブは基本的にはあんま使われてない、現代はっていうことね。うん。でさらにですね、ちょっと話したいのは、次はトーク中とトークウィズの違い、うん、まあ日本ではどっちも人と話すみたいな時に、トゥーとウィズ使えるよって習うんですけど、なんか違いってありますか？うん、これはね、ネイティブでも人による、うん、だいたい使い分けが、うん、まあ、そんなに気にしてなくて、うん、でもどちらかというとニュアンスでは、うん、トークトゥーは一方的になんか喋ってるっていう、誰かに喋ってるっていう感じかな。に誰々に話しているって感じね。っていうのはやっぱこう方向のイメージがあるわけね。そう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 、うん、で with だとちゃんとお互いっていうニュアンスが、うんうん、なるほど。まあ共にってこの with の一緒にいる感じのイメージがやっぱ反映されてるのかな。そう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 、うん、なんで、まあ、トーク2でもそうお互い喋ってる感じもあるんだけど、うんうん、一応そのニュアンスが入ってるかもしれない。じゃあまあぶっちゃけあんまり気にする必要ないんじゃないかな、僕たちがそんなに厳密に。そうだ ね、うん、ね。では、まあ、次は、スピーク2とスピーク with の違いについて聞きたいんですけど、うん、これはどうですか？一応さっきのトーク2とトーク with、うんうん、
の違いと似たような感じ。なるほど。でもあのフォーマルなので、うんうん、結構使い分けてるのが、うん、speak to はスピーチ、うん、はい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 、こう一方的に喋ってるから、うんうん、スピーチで speak to the class とか、あのレクチャーとか、うんうんうん、レッスンとか先生が一方的に喋ってる、はい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 、イメージつきやすいね。なんかね、フォーマルだし、しかも相手に対して一方的に話してるみたいなね、うんうん、で speak with だったら、うん、やっぱり会話が入っている。はいはいはい、やっぱりね、なるほど。レクチャーとかスピーチで、うん、スピークウィズはあんまり使わないんだけど。そうだよね、うん、なるほどね。だから、うん、やっぱレクチャーとかだった場合はやっぱ先生がこう生徒に向かってこう話すみたいなイメージがあるから、うん、スピークトゥーの方がやっぱ良くて、うん、でまあ単純にこう話し合うっていう意味でなんか使う、フォーマルな場でっていうのかな、使うんだったらスピークウィズ、お互いっていう意味だったらスピークウィズで、そういう意味ではあれだね、トークトゥーとトークウィズよりもちょっとちゃんと使う気ある感じするね。そうだね、うん、多分そのなんか使い分けてる場合がこうしっかり、うん、そうフォーマルだからしっかり使い分けられるみたいな感じで、かな、そうそうそう、うん、でもトークはカジュアルなんだから、うん、そんなにしっかりが、うん、その違いはないんだけど、うん、一応一応あるぐらいな感じだね。なんかスピークの方がもっとはっきりした感じがしたね、うんうん、こういうのも面白いですね、うん、ちょっと付け足しておきたい情報はあって、これまあどっちも自動詞っていうね、前置詞プレポジションを一緒に使うよって話をしたんだけども、そうじゃないものもあって、どういう風に僕たちがなろうかっていうと、トークは基本的にはトーク中とかね、トークウェズとかさ、なんかそういう前置詞をつけるんだけど、トーク人、トークサンバディ、インテュー、ING とか名詞とか、アウトオブ ING で、人を説得して何とかしてもらうとか、何とかしないようにするっていう意味では直接人取りますよ、後ろに。そうだね、っていうのは習うわけ。あー、確かに確かに、あんま意識しないね、多分ね、意識して使うよね、そのトーク、人インテュー、どんな感じ、例えば、I talked Gushi into making me a cake なんかいつものことみたいになるやんさよって言ったらいつもね、まあ、ドレインみたいなスワイプのように働いてますけど、そうね本当にそういう風に使うね、うん、アウトオブの方は何かある、一応その例文でいければ、 I talked my friend out of buying bad cake ケーキばっかりだね今日はね、ちょっとケーキ食べたくて、あ、そういうことね、ケーキに寄っちゃってるんだ気持ちがまあケーキをこう買わないように説得したっていう話になるわけね、うん、説得したっていう感覚かな、そう、ね、説得した、うん、その場合 persuade も同じような感じかな、そう persuade、うん、もう talked out って言ったらいろいろ言って、うんうん、あのいやこのケーキはね、もうこの値段割にはそんなに美味しくなさそうじゃん、うん、なるほど、いやこっちじゃなくてこっちにしようってああそういうことね、いろいろ話して、 I talked him out of buying this cake、うん、and I talked him into buying this cake なるほど、今の例文いいね、そういう感じで覚えておいてもらうといいかもしれないねでさらにですね、スピークの方です。スピークの方も、まあ、基本的には自動詞って習うんだけども、まあ、これは僕たちもよく使うんだけど、うん、スピーク言語の時は直接後ろに名詞取るよね、スピークイングリッシュとかスピークジャパニーズとかね、うん、まあ、そこはしっかりあるので、まあ、もちろん例外もあるっていうことをね踏まえた上で今回の内容をねちゃんと整理してもらえればなと思いますね。じゃあちょっと最後まとめますとですね、セイとテルをまずねやりましたね。でセイっていうのはこうただ言うだけみたいな感じで、うん、テルっていうのはなんか伝えたいような内容があると。で基本的に人に何とかを言うって場合は普通文法的にはね say to 人何とか何とかとも言えるんだけども、うん、あまりその形は使わずに tell 人ほにゃららっていう形を使う、 tell の方を使う。で逆に人がつかない場合は単純にこう言うっていうイメージなんだよね、うん、だから say の方でいいよっていうことだったね。その次ですね、 talk と speak なんですけど、 talk の場合は、おしゃべりをするっていう、こう喋ってる人もこう相手の人にもこうフォーカスがちゃんと当たってるような感じで、スピークはどっちかっていうと、まあ、聞いてる人はもうなんかどうでもいいってなるけど聞いてる人よりも話してる人、 そこにフォーカスが当たっている、うん、トークオブとかスピークオブとかね、そういう話になった場合は、トークオブはあんまり使わないよと、そもそもで、トークアバウトの方にね、なんとかについて話すって場合はしといてくれればいいよ。一方スピークオブとねスピークアバウトに関してはどっちも使うんだけれども、スピークオブの方がなんかスペシフィック、個別具体例な話であって、でさらにスピークアバウトの方がもっとジェネラルな、ね、一般的な話っていうことでよかったよね、うん、でさらにトークトゥートークウィズに関しては、トゥーの方がこう相手に対して話す、誰々に話すっていうイメージで、ウィズの方がこう一緒に話してる感じのイメージ で、まあ、そんなに違いはないので交換する、こともまあ可能な感じのイメージだよね、うん、
で、speak to, speak with も、まあ、原則同じような感じだけど、こっちの方がフォーマルなイメージなので、例えば、こう先生が生徒に対して話すとか、講演家がこう、聴衆に対して話すとか、であれば、ちゃんと speak to の方を使った方がいいとか、まあ、そういったぐらいの違いはあるっていう話だったよね。いや、かなりまとまったんじゃないでしょうかね。はい、というわけで、まあ、こんな感じで終わっていこうかなと思うんですけど、彼らなんか、どうでした今回は。なんか思ったことありました？英語では言うっていう言葉がいろいろあるんですね。いろいろあるんですよ。まあ意識しないよね。日本語だったら全部言うっていうふうに言えるので。そう、うん。日本語はそこはすごいもう楽。楽だよね。そうだけどこのビデオを見てちょっと違いをつかんで使い分けを頑張って。そうだね。はい、頑張ってくださいって感じだね。でこれからもね、こういったネイティブ感覚を聞くっていうのもどんどんやっていきたいと思ってますので、ぜひコメントとかにリクエスト欲しいですよね。そうですね、こういうの扱ってほしいみたいなのがあれば2人でこう扱っていきたいと思いますので、ぜひコメント残していただければなと思います。じゃあ今回はねこんな感じで終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。 See you next time! Bye!